多くの人命を救うのと同じぐらい、サプリメントは人類の発明になります。ここまでの話を聞くとマルチビタミン最強じゃんと思いますが、意外な効果の落とし穴があります。はい、日本の人にそう燃えるとこミスタータビです。お願いします。はい、今回もこの本オーソムリキュラー医学入門について前回に引き続き解説したいと思います。マルチビタミンは全国民が飲むべきサプリメント。まだマルチビタミンを飲んでいないという人がまさかとは思いますが、いるわけないですよね。ドキッとした方のために補足すると、栄養を極めた学者が推奨する良質な食事をもってしてでも1日で摂取することが不可能に近い量のビタミンを全種類含んでいるサプリメントになります。これはアメリカの医師会でも全ての人が取るべきサプリと断言しており、サプリ先進国のアメリカでは全国民の半数以上が摂取していると言われます。まだ飲んでいないという方は動画を見終わった瞬間にポチって飲み始めてください。そして今回はそんなマルチビタミンを毎日飲んでるよという健康熱心な方へ向けて、究極の健康体を手に入れる超お値打ちな情報をお届けしたいと思います。それが今回の動画の結論になる。マルチビタミンだけではなく複数のビタミンを飲んでほしいになります。もっと言うと、最終的にはビタミンを大量にサプリメントで摂取するメガビタミンを日常の中に取り入れてほしいと著者のホッファー先生は言います。今後の皆さんの人生上において、病気や不調で苦しむ時間はすごくもったいないですよね。しかしこの動画を見てメガビタミンの効果を知れば、病気や不調で苦しむ時間は限りなく減らすことが可能です。今回はそんなオーソモレキュラー医学の核であるビタミンを理解するために、1つ目にマルチビタミン意外な効果の落とし穴、2つ目どのぐらいビタミンを摂取すればいいのか、3つ目改めてサプリメントの有害性について話していきたいと思います。病気か健康か、皆さんはどちらにお金をかけたいですか？それではどうぞ。マルチビタミン意外な効果の落とし穴。まずマルチビタミンの効果は古典的なビタミン欠乏を防ぐことになります。古典的なビタミン欠乏とは、例えばビタミン C が体内で欠乏した時に発症する出血障害の解決病や、ビタミン B3 ナイアシンが枯渇した皮膚炎のペラグラなどの各ビタミンが枯渇状態の時に外見から見ても分かる症状になります。現代では食生活のレベルが上がり、古典的なビタミン欠乏になる人はほとんどいなくなってきましたが、加工食品やジャンクフードなどの偏った食事をしている人は古典的なビタミン欠乏を発症しやすいと言われます。しかしこの粗悪な食事の埋め合わせもマルチビタミンは補ってくれます。もうこれ言ってしまえばサプリメント全般に言える話ですが、蛇口をひねればきれいな水が出たり、下水道設備の衛生環境が飛躍的な進化を遂げて多くの人命を救うのと同じぐらい、サプリメントは人類の発明になります。ここまでの話を聞くとマルチビタミン最強じゃんと思いますが、意外な効果の落とし穴があります。どういうことかというと、古典的なビタミン欠乏というのは死の一歩手前の状態になります。つまり致命傷を防いでくれる効果がマルチビタミンにはあるということです。しかしこれで健康的かといえば、残念ながら微妙なところですよね。確かに素晴らしいものでタピももちろん飲んでいますが、欲張りな性格上、せっかくならもっと健康になりたいと思いますよね。健康意識の高い皆さんもタピと同意見のはず。そしてもう少しビタミン欠乏について見ていくと、4つの準備段階に分けることができます。1段目はゆっくりと体内のビタミン貯蔵量が減っている状態になり、ここでは特定の症状は出ないため外見からは判断することができません。2段目は体内の酵素活性の反応が落ち始めます。
酵素とは体内で約3000種類あり、全てが生命活動を支える反応を行ってくれています。この2段目ではいくつかの酵素がビタミン不足により働きにくくなりますが、その人の見た目や成長はまだ良好そうに見られると言われます。3段階目はここまで来ると酵素活性が非常に損なわれてきて、人格変化や行動変化を起こすと言われます。例えば拒食症、うつ病、不安や不眠などが現れると言われます。この段階でも外見では判断できないため、医師の判断として精神科へ送ることになります。しかし目に見えない症状も栄養不足が大きく関係しているので、患者の食事内容を調べれば手がかりは必ずあると言われます。そして最後の4段階目は先ほど話した外見からでも判断できる古典的なビタミン欠乏になり死の手前になります。つまり何が言いたいかというと、マルチビタミンの効果的には死の一歩手前を防ぐことは保証されていますが、こうやって見ていくと完璧な食事プラスマルチビタミンでも3000種類の生命活動を遂行してくれている酵素たちを全て円滑に動かすことはできないということです。つまり人は何かしらの病気や不調を知らず知らずのうちに気づかずになっているということです。じゃあどうすればもっと健康になれるのと思ったと思いますが、それが今回の動画の結論。大量のビタミン、メガビタミンを使って3000種類の酵素全てを動かすことが究極の健康体を目指す答えになります。そして次はいよいよこのビタミンの必要量について話していきます。どのぐらいビタミンを摂取すればいいのか、早速結論から話すと、その人にとっての最適なビタミン量はわからないが正解になります。ここまで話引っ張ってきてそれが答えなのと落胆するのはまだ早いです。ビタミンの最適量を決めるには各個人で試行錯誤が必要になると言われます。なぜ最適な必要量もわからず各個人で試行錯誤が必要になるかというと、前回の動画でも話したビタミン必要量には個体差と状況差が発生するためです。まず個体差的にはビタミンの必要量は DNA で生まれた瞬間から決定しており、つまり少なくても OK な人もいれば大量に取らないとダメな人もいるということです。要は親からの遺伝で確定するため、この量を取っていれば確実に OK とは断言することはできません。また状況差的にも暑いや寒いや病気やストレスの有無によってもその時々で必要なビタミンは変動しているため、その人のビタミンの最適量は残念ながら分かりません。今後文明が超発達していき、今のビタミン必要量が分かるものが生まれるかもしれませんが、当分の間は期待できないでしょう。また本書では採血や検尿からビタミン量を調べることはできますが、実際に血液中にビタミンが十分にあったとしても使われる各内臓組織に十分に満たされているかはわからないと言われます。唯一わかるとすれば、血液や尿中にビタミンがないということは体内で完全に枯渇しているので、直ちに大量のビタミンが必要になると言われます。この個体差と状況差を解決していくのが複数のビタミンを大量に摂取していき、その都度自身で体調を見ながら量を調整していくしかありません。そこで著者のホッファー先生からありがたいことに、これぐらいは万人が必要最低限だというビタミンの量を教えてくれています。こちらがホッファー先生が推奨するビタミンの量ですが、政府が推奨している量より大幅に増えています。まずはこの推奨量にマルチビタミンのサプリメントを組み合わせればメガビタミンの第一歩になります。そしてここからさらに発展していく各ビタミンを大量に摂取していただき、ビタミン欠乏を完全になくし、体内3000種類の酵素を全て活性化させましょう。
一応タピが実践しているメガビタミンのサプリメントを動画概要欄に貼っておくので一度参考にしてください。そして最後にビタミンサプリメントの有害性について話していきます。改めてサプリメントの有害性について、ここまで健康増進や病気や不調を治すにはメガビタミンが必要というのは分かったけど、サプリをそんな大量に取って有害性はないのかについて解消していきたいと思います。結論、ビタミンのサプリメントに関して言えばただの栄養素なので超安全になります。一応アメリカのビタミンによる死者数は年間1人か0人になります。え、死者出てますやんと思いますが、この死者数は石鹸や洗剤を誤って食べて亡くなってしまったいわば事故よりも少ない数字になります。またこれは言ってしまえば口に入れる全てのものに当然リスクはあります。皆さんが当たり前に口にしている食べ物や水にしてもそうです。断言して言えるのはビタミンサプリメントは超安全になり、また病気を治そうと薬を使いますが、薬の場合だと年間2000名以上の命を奪っています。ホッファー先生は治療で2万人以上にメガビタミンを使用してきましたが、副作用もなく回復へ向かう素晴らしい効果ばかりだと言われます。また本書の中で20年間西洋医学を使い投薬治療をした後に10年間メガビタミンを使用し治療した医師の貴重な感想的には、ビタミンは安全であり、そしてあらゆる病気へ有効的に働いたと言われます。この動画をまとめると、マルチビタミンのサプリだけで終わらせず、体内の酵素3000種類を全て活性化させるために複数のビタミンを大量に摂取してほしいということです。ぶっちゃけビタミンの小さなリスクを気にするよりもビタミンを取らない欠乏の方が大問題ということです。一人一人に最適なメガビタミンを目指していただくために、次回からの動画では各ビタミンを一つずつ解説していき、特性を理解し自分に合った量を見つけてほしいです。最後に著者のホッファー先生からお願いがあります。この本物の健康法メガビタミンが世に広まるためには、効果を実感した皆さんの熱意で広まっていくしかないと言われます。サプリメントは安く安全で問題なく効果のあるものです。ぜひ美しい理想論で終わらせず、今この瞬間からメガビタミンを実践してください。それでは日本の人の人、盛り上がった。